ごきげんよう、トッポドです。さあ、今回はこんなところにやってきてしまいました。最初は一本道、まあ、ここは簡単に行けるよね。次は道が二つ、こっち、おお、行ける。どっちかが外れってことだよね。あ、行けた。よし、奇跡的に当てたね。次は三つ、よーち、なんか透けたぞ。こっちか。おお、ちょっと横にずれれば、確認、あー、タコー、よかった。取れてなかったね。これ、どんどん道が増えてく感じだから、運が良くないとクリアできないね。今日はタコの運を使っていくしかないか。まずはこれだったよね。よいしょー、確認しながら行こう。次、さっきここで落ちたよね。よいしょー、よいしょー、おー、透けるー。触るとちょっと透けるね。外れなところは。ってことこれ、おお、よし、分かってきたぞ。オッケー。で、これチェックポイント。いや、ここでもさらにタコの運を使ってくか。おいしょ、おいしょ、うわー、え、待って、あれあれ、なんかおかしいぞ。タコがなくなってるー。うわー、タコの運が使えなくなっちゃったか。ボンドだけでも頑張るか。真ん中違うか。やっぱボンドの運ないな。よし、最初はか。続きこっち。で、これ。よし、つけるね。よっしゃ、いいよ。さあ、選択肢4つになったか。おい、ちょっと確認して。これか、黄色、オッケー。さあ、セーブ。うわ、道増えてきたな。うわー、やばい、どんどん難しくなってきてるね。よし、ついていこう。いや、いいね、いいね、当ててる。おお、え、すごい。全部当ててるぞ。おー、よっしゃ。ここまで来た。次は、道が5つもある。よし、ついていこう。え、わかってるね。え、なんでわかってんだ？え、わー、やばい、落ちちゃった。いや、待って、どれが正解だったんだ？ちょっとこれ、うわー、違うか。また一つずつ確認していくしかないか。最初これ。よいしょ、これ。いいよ。あ、あの人、真似しよう。よし、ここはまっすぐ。よし、なんとかここまでやってきたね。それじゃあみんな、高評価をして、運の力を湧きてくれー。あとチャンネル登録もよろしくね。さあ、こっからみんなの運を借りながら進んでいこう。いや、もう一人じゃ無理だからね。いや、これ見て。多分道10個ぐらいになってるね。さあ、まずは、これ、ダメだった。一つ一つ確認するとめっちゃ時間かかるから。よし、みんなでこれ進んでいこう。さて、こっちかな？これ？あ、こっちだ。いや、危なかったね。間違えるとこだった。さて、こっち、おー。やっぱみんなで行くと、スラスラ進めるね。うおー、誰か落ちてった。やばい。これ数減ると、その分、進みにくくなっちゃうよね。おお、こっちこっち、おお、当てるね。連続で当てるね。よし、みんな、たどり着いたか。みんな生きてるよね。お、タコ。めっちゃ運持ってそうなタコだな。この運を使って、なんとか次も乗り越えよう。いや、待って、わからなくなった。どれだ？これかな？よいしょ、おお、いけたいけた。よし。いや、次もすごい選択肢の数だな。これ。よー、いや、むずすぎる。最初これだよね。さあ、次。もう10個以上あるよね、道が。これだね。とりあえず、みんなをね、先に行かせるか。確実に進んでいきたいからね。よいしょと、おー、よいよ。え、待って。当てるね。え、分かってんのかな？もしかして、一回クリアした人？いや、一回クリアしても、これ全部分かるってすごすぎでしょ、記憶力が。よっしゃ、ここまで来た。いや、ゴール近づいてきたね。次はこっち。待って、そっちだね。急いで向かってこう。いいよ、いいよ。おー。なんで分かるんだ？いや、もしかして、答えの場所が分かるようになってんのかな？
え、待って。どっちだっけ？こっちか。おしょー。いよいよ、さあ次は、こっち、ぬびー！落ちてったかー。ちょっとこの、横の隙間とかで、落ちないようにしないとね。そういったミスはしたくないなー。てか次、どれだ？よいしょ。これ、一つずつ、確認していくしかないか。はい。はい。ほげほげほげー！やらかしたー！やばい。これわからないぞ。こっち。よし、ヌーブについていこう。さあ、次どれだ？うわー、これじゃないよね。最初はこの色だったよね。いや、これ記憶力も大切になってきたぞ。ちょっと落ちちゃうとわからなくなっちゃうからね。あれ、なんか来た。おー、こっちだ。え、もしかして教えてくれるのかな？よし、ついていこう。いや、顔が骨だったね。いや、だからわかるのか？なんか透き通った道とかが。うおー、でも全部当てるね。いや、すごい記憶力だ。おいしょー、おー。いよいよついて。よし、こっち。いや、一歩も止まらずに、スラスラ進んでるね。うおー、たどり着いたー。やった。セーブだー。よくやった。いや、すごいな、ゆななさん。ここでもわかるのか？え、なんでわかるんだ？あれ？これ、こっちか。おお。よし、天才の力を借りようじゃないか。うおー、すごい。うわ、完璧に当ててくね。オッケー、ここまで来た。いや、ここまで来ると、すごい道の数になってるし。よし、とりあえずこっち。え、これ、なんかわかるようになってんのかな？横から見たら、なんか透き通るとかってあるのかな？いや、待って。いや、わからないよね、横から見ても。とりあえず、天才についていくしかないか。さあ、次。あれ？どれ？これ？え、おー、なんだ、え？え、なんか、来たー！よし！今がチャンスだ！答えだけが見える！おー、これを見てたのか。え、なんか誰かがアイテム使ってくれたのかな？うわー、戻っちゃったか。次はどれだ？そっちか。ついていこう。よし、ここまで来たぞー。いや、これクリアした頃には、天才になってそうだな、タコがー。さあ、次も。いや、またさらに増えてるね。多分、一つずつ道がね、増えてると思うんだよね。でも、あれ？なんかトロフィーみたいなのが見える。近づいてきた。あとちょっとだね。さて、うわー、こっちか。ゆななさんが結構、先に行っちゃったし。さあ、次は。いや、どれだ？ちょっとたまには、確認したら、あ、でもちょっと、足、片足だけ触れると、外れの部分がわかるね。え、わーそれじゃなかったのか。片足だけ触れながら、あ、いや、これじゃないね。これちょっと片足触れながらやっていこう。さ、落ちないように慎重に。よいしょ、こっちいいよ。さ、次どれだ？こっちだね。さあ、これ。まあ、とりあえず、みんなについていくのが一番安全だね。さあ、こっち。近づいてきた。お、来た来た。よし、合流した。いや、こっからもう完璧にやっていきたいね。さあ、こっち。いいよー。いや、わかってるのか？答えが全部わかってんのかな？なんかのアイテムで。おー、すごい。完璧に当ててる。よっしゃ、ここまで来たか。これが天才プレイ。さあ、見えてきた。あとちょっとだね。さ、これ、ほげー。こっちだったか。やばい。みんなと結構はぐれちゃったか。いや、待って、次どれだ？あ、そっち、よし。危ない。はぐれないようにしないとね。タコ、しっかり見てるんだ。よし、いいぞ、タコ。ちょっとこれ、タコの記憶力を高めたいね。オッケー、こっちだ。さあ、いや、ここまででも来たのは、4人くらいか。
結構減ってきたね。さあ、次は？あれ？次どれ？やばい、見てなかった。これかな？紫。いや、違う、危ない、透けた。これ？あ、こっちだ。ふぅー。さあ、もう少しでセーブの場所を。これは絶対間違えたくないね。こっちだ。よし。いや、ここまでなんとか来た。よし、セーブー。タコが天才になってきた気がするな。さあ、もうちょいでゴール。次は、あ、こっちよ。3連続まっすぐ、さすがになかったか。待って。2回目はここで。さあ、次は、どれだ？これ？いや、違う、つける。よいしょ。ちょっとずつ触れながら、ほげー。進んで、まっすぐ、次が黄色。よし。さあ、ここまで来たね。あとはついてくだけだ。よいしょ、おお、止まらずに行こう。よし、これがみんなとのチームワーク。なんとかチームワーク合わせてゴールしていきたいね。よし、こっち。よいよ、おお、完璧にわかってるね。なんかアイテム使ってんのかな、やっぱ。いや、そんな能力欲しいんだけど、よし！次、この道さえ行けば、ゴールだね。道の数は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15ぐらいあったね。やっぱ最後はすごい選択肢だな。とりあえずみんなについていこう。なんだ？タコモンドさんですかって言ってる。違うよ、偽物だよ。このゲームをゴールした時に、本物になるんだよね。さあ、じゃあ進んでいくぞ。まだ偽物だからね。ゴールしてこそ本物だ。よいしょ、いいよ。さあ、次こっち。オッケー、最後だ。最後こそ僕の脳みそを使ってゴールしよう。さあ、一つずつ確認して。最後僕の運で当てていくよ。ほい。これだ。僕の運がそう言ってる。よっしゃ、来たー。うわ、ゴールまで来たー。やったー。よっしゃ、これでトロフィーゲット。よし、この上に乗ろう。今日は、運の神になっちゃったから、この辺で終わります。それではみんな、じゃあねー。